場。とりあえずいつもねちょっとあのオープニングがちょっといっぱいこう尺使っちゃって実践時間が減っちゃうから、そうです今日はちゃんと打とうよ。そうですね、そう、ちょっとルール説明だけね。そうです、出しましょう。さあルール説明がこちらになります。ドン。ということで今回もまあなんかマッチミナー参加者の人たちが来てくれてるかもしれないので、はい、ちょっと一応呼んでみましょうかね。大丈夫かな。大丈夫だと思いますよ。じゃあ今回の参加者はこいつらだ。すでに大丈夫じゃないやつがトップで入ってきた。どの女性よりもパチンコパスを愛してます。愛してます。スロパチの二次面接まで通った経験あり。この時点で、はい、スイッチオンマンより上ですからね。そうだ、あいつ書類選考で落ちてっから落ちてんだ、そうだった。いや本当に好きなんですか。本当に好きです。普段から打ってるんですか。はい、あの自宅警備員なんで私。自宅警備なのであの毎日行けるんです。え、あ、もうパチ屋に行って家に帰って、はい、パチ屋に行って家に帰って、はい、わあ、これクズだわ。うちに欲しいな。お、使うと、あのじゃあうちほら女子がいないんだよ。いないですよ。婚活とかしてます。あ、婚活してます。してます、はい、あのどうしようか、うちほら編集みんな婚活しなきゃいけないからさ、ちょっと。いやあいつら女性よりマジパチンコパチスロが好きだから。だよね、うん。あの女の子に 会いに行く暇あったらうまい棒うちに行くやつらなんですよ。で今日はちなみに何座られてるんですか。今日はあの絆2を撮ってます。絆2ガチだ。ぜひともちゃんと積もって、はい、あの綺麗に出すっていうパターンを作ってください。じゃあ見せますそれを。はい、はい、TikTok ですげえ数字持ってる人なんだ。100万超えてましたね。100万超えてる。前回クソ負けてましたよ。はい、あの8万負けてました。いやなか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 ですよそれは。今日は取り返しに来ました。あれ預けといただけなんだ。あ、そうか、貯金ですもんね。はい、貯金です。 GB レベルで言うとちょっとさ分かんないけど、多分ソレントとぶつかったら多分 2% とかだね。デッドエンド前にやられる。デッドエンド前に死んでる多分。いやもうコスモ爆発させます。頑張ってください。頑張ります。それでは実践スタートです。よっ、お願いします。お願いします。さあ来ました、ガットがどこにいるかチャレンジ。うわあ、あんだけ朝人がいなかったシバリオが今ではもうこんなに埋まってますよ。ね、みんながシバリオの面白さにやっと気づいてくれたね、ありがたい。いやもうないっす。ないっすよね。バーッと角見て今見たんですけど、うん、ないです。クロスオーバー空いてるけど。じゃあ今日は役者の方がいいじゃないですか。こっちよりはいいっすよね。こっちよりはいい。こっちよりはいい。大丈夫。任せてくれ。シャアのことならめちゃくちゃ知ってる。うん、最近役者見たし。じゃあとりあえず行きましょう。行きましょう。これで。ワンゲームの鉄です。それでは今日も行ってみましょう。エクストリーム宇宙世紀シャーズダブル編。ボーイだからさ、ね。さあ来ましたよ。さあトロやってきました。やってきました、久しぶりにこのネタやりました。いやまさかの2話続けてのガンダムですよこれは。そう、謎に。まあ理由は大きく2点あります。はい。まず1つ。はい。カノダイだった。なるほど。前回俺逆者の鎖とか忘れてた。ああ忘れてましたね。そう。で、忘れてたから俺もう一回見ておこうかなと思って。ってことはもしかしたら1週間前に見た。今記憶めっちゃ新鮮。じゃあ完全にすごい喋れる。クロスオーバー、クロスオーバー、逆者の映画、そう、逆者、だからもう宇宙世紀は完成したわけよ。で肝心のゲーム性1ミリも知らないっていう。リゼロです。リゼロです、はい、そうで、見た感じ1000ポイント到達で箱ゲット、はい、箱いっぱいゲットしながら250ゲーム消化してバトルで勝ったら AT。 そういうことです。あれだな、マクロスデルタのプロトタイプみたいな感じだな。あー、まあそれは近いかもしれない、ね、うん、おー、そうですね、レッドゾーン。あ、これがより深なくでしたね。あ、だから入った。なんで入ったんそれ。あ、ド派手。あ、これで貯めるのね。貯める感じですね。はい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 、ド派手や。100、おそらく俺の、おぉ光った、レッド光った。押せ、せん、せん。しかもリプレイですからね。すげえな。おい、空速、これ
あと何ゲーム分かる、どのぐらい偉いか分かる。でもこれ逆者打ち取れてるとか人からしたらはい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 とかもしれない。いやでしょうね、うん、3つ溜まったよ。でも10、20、30が最大です。ほうほう、30ゲームが最大。じゃあ俺これ最大で取ってるわけだ。そうです、初回は30ゲームの可能性が、はい、92% ありました。じゃあ打ったことある人からしたらこいつ何喜んでんだって。いやでしょうね。いやでもパチンコスロットはこういうもんですよ。本当にこういうもんですからね。初めての驚きの楽しみをね、そうね、でもしょうがない、ちょっとでもこう派手な演出が切れれば喜んじゃうんだろう最初は。これどうせルーレットも白白青とかだろ。やめろ。さあ、ジオンルーレット白青、はい、トノまだ1個あります。どうする予言通りだったらトノまだ1個ありますから。おどこ3倍何が3倍あ青が3倍青が3倍潜入、また潜入どこへ。これなんか入るといいみたいなのあります。単純なこういうの入るじゃないですか、うん、入ったらこう箱がもらえたりするかポイントが貯まるかのどっちかみたいな。あなるほど。だから基本ゲーム数でバトルを迎えるまでにいろんな演出で箱貯めたりポイントを貯めましょうっていう。なるほど、だいぶチャンスアップ出てますね。目立ちすぎですよねこいつ。対象感出せば、アニメだからね、まあ、そんなことは言えないけど対象感出しすぎなのよ。さあ、100式バトル準備完了。来た、100式ってどっちかっていうと遠距離狙撃タイプなんですよね。あ、そうですよね。そう、あ、白っこ出るんだ。おい、俺ヤザン好きなのよ。ヤザンね、こんな顔してるでしょ。めちゃくちゃ悪そうじゃん。こいつ超優秀だからね。これ何をすればいいの。あ、3人倒せばいいの。そういうことです、そういうことです。で、撃破率が多分決まるんじゃないですかね。あ、これで決まるのかな多分。よし、こうやってやんの。白っこ 2% だった。じゃあ白ボタン使い切った。ああ青になってた。まあジェリドはいけるだろ。お、シロップ開けろ、シロップ開けろ。緑、あと赤2発。ヤサンが弱くなった。ラスト頼むよ、こいつ頼む。なんかデキレっぽくないですかこれ。全部均等に、全部均等だった。なんやこれ、まあ、ちょっとなんかばっかりしますからね。まあ、ジェリドなんて第1話で神湯にぶん殴られる人だね。別にからかったつもりじゃないですよ神湯のこと。神湯、女の名前かって言っただけ。ああ、それで女みたいな名前だなって言ったわけじゃないの。女の名前かって言ってた瞬間にてめえこめろっつってやつでバスコーっつって最高頑張れ100式。いや、ジェリードは倒せるだろう。ジェリードめさ、まあいけるよ。ちょっと待って、はいよ。まあね、100式打つよ、うん、ジャッジ100式がそんな弱いわけないじゃん。そんな弱いわけで、復活すいません。切れたんですか。切れてない、まだ切れないですか。つながった。そうですね。まあでも250天井とかがつながるか。そうですね。まあどんな台か分かりました。あとはじゃあこの頑張ってくださいポイントを貯めて AP をゲットしましょう頑張ります。はい、ちょっとね、宗吉さん、結構派手な衣装なんですけれども、ああ、はい、ちょっと今、何打ってますか、これ。今、天下武風打ってます。天下武風、はい。実際どうですか、今のところ。全くダメですね。一応まだ始まったばかりなんで、はい、この後ちょっと楽しみにしてるんで。わかりました、はい。今後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。調べながらやってるんですけど、はい、悪くないっすね。今のところ、あの
多分 C2 ゾーン、はいはい、上位 AT1 回 あれ入ってるんだ。あのあギアスリープ一発で積もって、あそれ設定差あるとこだ。そうですね。であのそこから AT 入って今1000枚近くまで。いやちょっと期待したいですね今後。はい、ちょっと確定率出すって言ってたんで頑張ります。待ってます。はい、はい、あ出します。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。おかえり。殿戻りました。おかえり。負けたよ。え2周目も負けたよ。2周期目も負けたよ。あ負けました。しかも 何を年狂ったか、はい、なんかこの加工をいっぺんに使えるモードかと思って、はい、裏ボタンみたいなのを押したら全員ハテナハテナハテナってなった。隠しモードみたいになった。あの、まあ、リゼロもそのパーセントを見ないでやれたりしますもんね。ああ俺だからそのリゼロと同じで一撃やと思った。あちょんちょんだるいから一撃とこれかっていうと思ったら全員ハテナになった。なんかそれはそれでちょっと嫌ですよね。嫌だ。せっかく食べたのが分かんないっていうのはしくったと思って。リゼロと同じで一撃で上げるボタンが確かほらあった。長押しでハテナハテナハテナモード。あえやべ、そういうこと。あパーセントが分からないモードやっちまった。全然動画向きじゃねえ。でそしたらまたジェリードに負けた。ジェリードが超えられない。じゃあ今まだポイントを1から貯めるというゾーンですね。そうでもね、あ赤い箱3つ持ってるポイントさっき貯まった。ただこれも同一有利区間3周目だから多分だんだん抽選優遇されてると思うんですよね。なんか本当に周期が行くごとになんか確率上がってるアピールがすごいね。なんかもう当たりに近いんですよぐらいな。そろそろ当たり期待してもいいとこにいますよみたいな。露骨にやっと出てきますもんね。そう3倍だし。でもここは白みたいな。さっきも言ったんですけどいない間に、はい、シャア専用パチスロって書いてあるけどシャア専用パチスロとかシャアしか出ねえパチスロ。偏りがすぎる。素材足んなすぎだろと思った。シャアしかなかった素材パチスロ。この番組なんか適当な内容を打って文句を言う番組になってるよ。で玉が伴っててもっと楽しい展開だったら手のひら返してたかもしれない。あかもしれないね。いやバチスロなんてものは通常時楽しいわけないんだから。確かに。さああと3ゲームで入りますよ100式。さあこれ揃えますよ。多分揃え方にもよるでしょうね。あ100式がダブルラインとか。ほらさっきまでこうしかなかったけどこれなんか意味あるのかなとか。オール100式なら確定とかね。あーありそうですね。あ今回まあいろいろ食べて白8青10緑6赤7、知ってる人からしたら鼻ほじってるかもしれないけど俺らには熱く見えてます。熱く見えてる。これ同一有利区間3回目ね。はい。あ、自由着やスキップでまとめて告知どうします？1個1個あります？あ、まとめてもいいんじゃないですか。まとめていいかな。はい。全オール7割ぐらいいくと思う俺。ああ、それは理想ですよみんなも。出ました。お、ヤザン94パーいってる。あの、多分ジェリド抜ければヤザンは抜ける。お、ジェリド何パーですか。ジェリド90、ジェリド52パー。ジェリドは抜こう。50パーなんていけるはずですからね。そうね。なんかね、先生2回食らってるとダメ。なんか途中にやっぱシャアの攻撃力っぽい。先生先生おーい劣勢だもん。3連続ジェリドはやだよ。いや、これやばいですよ。やばいよ。ヤザンが控えてるのに一度も会えてないよ。うわ無理そう。何この台。いや参戦突破型の初戦まで一番きついからね。きつい。まだ消えないね。変わろうか。それかもうそれか変わるんだったらもうここでやめちゃいます。いや多分ねこれ有力感が蹴られるまで打った方がいいと思う。あ多分次でおそらく蹴れるから俺の予想では。どの台も1時間ちょっと打てばなんともそうですね。この順増8枚って気がするとゲーム性がキュッと絞られるから。あもうやってることがねやってることがもう絞られる。それしかできないからそろそろ赤い箱出てそうですよね。まあ欲しいですよね。さっき赤い箱7個あってもあんな偏り方してたわけなんで。
ヤさんとしてがやたら弱いっていう。多分何引いても関係ないですか、これ。中身が決まってるんですもんね。もう、なんなら価値観とか突破とかも中身決まってるってことですよね。あ、そうそうそう、全部決まってる。それを演出として250夢後に見せられてるってことですよね。あ、そう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 。じゃないと作れない。自力でやっちゃったらレア役とかで。自力でやっちゃう、引いちゃうから。試験通んないですよね。お、来たよ、ギレンモード。行かなきゃ。じゃギレンモードで行きますか。ギレンモードで行きましょう。ギレンモードのところ、なんだ、なんだ、なんだ、ギレン様だっつって。じゃあここで行きましょう、中間発表よいしょーというしょー。いやー、誰だ誰だ、役者面白いって言ったやつ言ってね、誰も言ってねえ誰も言ってねえわまあこんな感じ、僕らはまあしょうがない、あの朝のダイエの選択は 100% ミスりました。まあ2週連続でした。ということで僕らの、はい、発表からいきましょうか、ね、はい、いきましょう、はい、僕らの発表は現在、3万枚。素晴らしい、はい、素晴らしい、ね、3万枚ですよ。3万枚、3万枚なんですよ。もう3万枚あるんだ。ということで、あの、まあ、平常運行ですね、僕ら平常運行です。次、参加者の方たちの、そうですね、発表いきましょうかね。はい、現在、はい、参加者チームの方がですね、3465枚ということで、主に活躍しているのはこのブロンズセイントでしょ。あ、どうも、カツパンです。セイントセイヤスペシャルを売ってるんですけども、はい、どうやらこの今みんないる中で一番出玉が出てるということで、ね、でも設定しさは全然本当出てなくて低いとこっぽいんですけど、引きが良いのか何なのか、一応1200枚ぐらい今。まあでも6号機セイヤって6ってこうドーンと出る台じゃないですもんね、はい、じわ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 出てくる台だから。でも20ゲームをループしてるとかじゃなくて、本当セット継続の時に100ゲーム出てきたりとか、50出てきたりとか、なんか結構薄いとこ引いてるのかなっていう。楽しい SP ですね。いや、めっちゃ楽しいです。でなんか100機思い出したもん俺あ、でも100機の感じですね。100機の時にいたら何の違和感もなかったけど、あの時に本当行きたかったですね。あ、そうね。まあ、いつかまたやる時にはね、いつかまたね、やりたいですよ ね。その時にはコールドセイントになってね、よろしくお願いただければと思いますんでね。今回ちょっとあの今日参加してくれた人たちすごいいいなって思ったのが、朝からパチンコ突っ走る人が少なかったんですよね。あ、そうですね。そう、みんな結構しっかりスロットでこう設定狙いというかしてもらえたから、動きとしても ありがたいなっていうふうには思いました、はい。うん、ちなみに朝から今パチンコ行ってるよって方います？名前は作業服ですね。作業服さん、はい、パチンコ歴がそもそも3ヶ月ぐらいで、あ、はい、始めたばっかりなんですね。そうですね。あ、このあれですよ、作業服さんって、はい、あの収録のために会社を辞め、彼女のせいでパチンコにハマりましたっていう。どっちが先なんですか？あ、彼女のせいでパチンコにハマったのが先です、ね。あ、彼女さんがパチンコが好きだったんですね。そうですね、主にスロットあったんですけど。あ、スロットで。それでハマっちゃったことによって会社を辞めることになったってことですか？うん、よかった。タイミング的にちょうど収録だったんで、あ、じゃあこの機会に辞めようと。あ、その転職の合間にってことですね。あ、よかったよかった、よく来てくれましたもしかしたら後半で下手したら3万発とか抱えてる可能性があるんで。パチンコのロマンがあるんで。あるあるある。だから今後この中間発表終わって、うん、最後のエンディングの時はちょっとお楽しみにしてますので、はい、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ってください。あとでちょっと気になってるのが、うん、今回絆2打ってる人多いんで。あ、はい、前回は絆2は角付近超集中してる、ね、そうだったんですよね。で多分全員角打ってるんですよ。なんでちょっと お話をお聞きしとこうかなと思います、はい。2なんですけど、初当たりが定格 BC でそのままバジリスクタイム入りまして、ほうほう、で2連で終わって、その後また定格で BC からバジリスクタイム入りました。で、あ、これはいいかなと思ったんですけど6スルーしましてそれで今7回目でまた、まあ、バジリスクタイム取りました。あ、絆2朝から打ってるんですけど、あの私設定差のないところが全然引けなくて、巻き物が全然来ないんですね。なので、あの全く判別の事態できていない。そっか、その根本的にみんなが引けるところがそもそも引けてないっていうことなんですね。800ゲームの天井行って BT 入らずで、そこからまた区間リセットされてるので、どうしようかなって。今のとこ結構ダメな感じじゃないですか？何の手応えもないですね。ですよね。ここ本当に角にめちゃくちゃ固めて入る時と島で入る時って気によって違うじゃないですか。全然違います。これね、見極めた方がいいです。今日角じゃねえなって思ったら、角組はちょっと考えた方法がいいかも、ね。ちなみに逆者は違うと思います今のところ、今のところね、確実に言いますね。確実かな。確実に違いますよ。違うと思うわ、はい、当てよ。
当てましょう。ちょっと当てて、だから見てる人にぜひその逆襲のシャアの面白いところ。そう、前半戦じゃないですか。うん、まあ、なんか出玉出てくるところないですよ。どういう、さあ参ったなこれ、うん、今までで一番きつい俺。いや、きついっすね。うん、じゃあきついけどやらなきゃいけないので。そうね、僕らも後半戦頑張ります。はい、で、まだ3465枚と、うん、大きく遅れを取ってるわけなので、ぜひ皆さんもね、はい、頑張って僕らを倒しに来ていただきたいと思います。はい、まあ、それではね、前半戦、まだまだね、はい、始まったばっかなので、はい、この後後半戦いきましょうかね。はい、それでは行くぞ。よし、やっちゃうよ。よっしゃー、じゃーやったー。あー、うまいぽーん。